滝沢秀明氏が立ち上げた、とべ、が、平野紫仕様との新プロジェクトで話題。しかし、母親の対応が注目される。滝沢秀明氏が設立した芸能プロダクション、とべ、注目を浴びる。滝沢秀明氏が設立した芸能プロダクション、とべ、 が、7月7日午後7時から、公式 YouTube チャンネルで生配信を行うと予告しており、その内容がネット上で大きな注目を浴びています。この生配信には、キングピンス以下、キンプリの元メンバーである平野耀と神宮寺勇太の飛べ合流が発表される可能性が高まっています。 しかし、この発表に際して、マスコミ関係者の間では、平野の母親の動向が懸念されている、スポーツ上記者、という声が広がっています。滝沢氏の電撃退社と金プリのグループ脱退この話の背景には、昨年10月末、それまでジャニーズ事務所副社長とジャニーズアイランド社長を兼任していた滝沢氏が電撃的に退社した出来事があります。 この代謝は業界内外で大きな話題となり、翌月4日には金プリの平野様と神宮寺裕太、岸士太のグループ脱退及び事務所退除も発表され、芸能界に激震が走りました。岸は今年9月末までジャニーズに在籍しますが平野と神宮寺は5月22日に退除。 一方、以前から滝沢氏と元ジャニーズの合流説が報じられていた中、5月2日にジャニーズを離れた元 V6 三宅県が、7月2日に戸部公式 YouTube の生配信に登場して、戸部と共に活動することを正式にご報告させていただきます。と話しました。芸能ライター。その後、 とべは同4つ日付の公式ツイッターで7日の午後7時から生配信第2弾を実施すると告知。ネット上では今度は平野くんたちの合流発表なのではとファンが期待を寄せています。週刊誌による報道とティザー映像のヒント。 二人の飛べ合流は6月20日発売の週刊女性、と生活者で断定的に報じられていましたし、同29日発売の女性セブン、小学館でも滝沢市のプロデュースにより平野の新曲プロジェクトが進んでいるという記事が掲載されました。7月6日に公開されたティザー映像には男性と見られる人物が二人登場しており、 顔は映ってないものの、そのシルエットや身につけているネックレスから、やはり平野と神宮寺だろうとネット上のファンは確信しています。どう平野市用の母親、マスコミの直撃に NG な対応、セブンによる報道によれば、滝沢氏は6月上旬、平野の親族が経営する愛知県内の会社に近いラーメン屋で食事していたことも伝えられていました。 業界内では平野の飛べ合流には、彼の母親の意向もあると言われています。そもそも平野にとって母親の存在はとても大きい。2018年10月に放送されたドキュメンタリー番組、ライド・オン・タイム、富士テレビ系では、母子家庭で育ったことや、母が大病を患った過去を明かし、この仕事を頑張っているのは親のためといった発言もしていたんです。 ただ、ジャニーズ側からすると、平野の母親は厄介なところがある人物だったそうで、滝沢氏もすでに苦慮しているとか、前でスポーツ上記者。というのも、平野の新曲プロジェクトについて伝えた、セブンは、平野の弟や母親にも取材していたが、平野の弟でアーティストとして活動中の陸王を、 記者に対してお答えできません、などと取材拒否を貫いていましたが、平野の母親は今はお話できることがないので、その時が来たら連絡させてもらいます、と回答。タレントをマネジメントしている側からすると、なぜ勝手に連絡をする、なんてコメントしたのかと疑問を抱いてしまいます。 連絡しなかったらしなかったで、結果的にマスコミに嘘をついたことになり、平野や戸部のイメージを悪化させてしまうのに。あの取材対応は明らかに NG なものでした。芸能プロ関係者。息子の戸部合流が正式発表されていないうちから、ちょっとした面倒ことを起こしている平野の母親。ジャニーズ側としては縁が切れてよかったかもしれないが、滝沢氏は唯一だろう。 平野の母親、ジャニーズ界のお騒がせな母親たちと共通点、ジャニーズ時代から平野の母親は関係者の間で目の上の単コブ的な存在だったそう。母親が何かトラブルを起こし、平野はもちろんグループも振り回されることになるのでは、と心配されていたとか、お騒がせなジャニーズの母親といえば、 家族で営む中華料理店で、勝手に嵐グズを作り販売していた嵐相場正樹の母親や、息子の仕事に首を突っ込みすぎ、週刊誌に、過保護、と報じられた山下智久、20年10月にジャニーズを退所の母親が思い浮かびますが、平野母も彼女たちに近いものがあったようです。芸能プロ関係者。 平野が滝沢氏のもとで活躍できることはファンにとって心強い展開だろうが、滝沢氏は彼の母親をうまくコントロールできるのだろうか。この件に関するさらなる情報は今後の報道を見守る必要がありそうです。